ジョゼフ・モニエ・ジョゼフ・モニエは、鉄筋コンクリートを考案したことで知られる、フランスの庭師。鉄筋コンクリートは、様々な人物によって徐々に確立されていった技術であり、誰か一人に発明を期することはできないが、その考案者の一人として必ず名前が上がる人物である。モニエの若い頃のことは詳しく伝わっていない。モニエは1823年に、南フランスにある、 ニーム近郊の三タンラポテュリで生まれた。モニエは10代でパリに出て、庭園師として働き始めた。当時の園芸用の植木鉢類は、もっぱら伝統的な陶器で作られたものが普及していた。これに新しい変わり種として、コンクリート製の植木鉢も出回るようになっていて、目新しさからそれなりに人気があった。しかしコンクリート製植木鉢は不便だった。 分厚いコンクリート製の鉢は重すぎて、容易には動かせず、硬い割にはよく壊れた。モニエは薄くて、丈夫な植木鉢を求め、コンクリートの鉢の改良に取り組んだ。そして1849年に、金網にセメントを流し、補強したコンクリート鉢を作るという発想に到達した。モニエははじめ、凍結しても割れない水道管の材料を探している。うちに、コンクリートに、 金網で補強することに行き着いたという。それよりも以前から鉄骨をコンクリートで被膜する工法が知られていたが、これは建築物の耐火性を高める目的で行われており、強度を高める目的で鉄とコンクリートを組み合わせたのはモニエの植木鉢が最初だと考えられている。モニエは1867年のパリ、万国博覧会に金網入りの植木鉢を出品した。 7月16日にはシュロを植えるための鉄で強化した園芸用の桶で最初の特許を取得した。これによってモニエの手法は世間に広く知られることになった。モニエは鉄毛入りのセメント材の用途を次々と考案し様々な特許を取得していった。関東8、建物の外装用の羽目、枕木、漁などである。1875年には モニエの設計によって、シャズレ城に世界初の鉄筋コンクリート製の橋が架けられた。モニエは他にも様々なものに、鉄筋コンクリートを使用する奇抜なアイデアを出し、鉄筋コンクリート製の棺まで考案した。1880年には、鉄筋コンクリートの耐震家屋を試作するに至っている。しかし、モニエ自身は、コンクリートと鉄の組み合わせがどうして強度が高まるのか。 その原理を理解はしていなかった。モニエが取得した特許の中でも、そのメカニズムについては説明されておらず、具体的な強度は直感に頼っていた。そのせいで、モニエの特許を直接的に建築に応用するのは難しく、当時急速に成長していた建築業で本格的に採用されるに至らなかった。モニエは商業的な利益を手にすることがないまま、 1906年に没した。その死因はよくわかっていない。フランスのフランソワ・エヌビク、フランソワ・ヘネビーク、1842から1921は、1867年パリ万国博覧会で、モニエの鉄筋コンクリートの鉢や桶を見て、この新しい建材を建築分野へ実用する試みをはじめ、鉄道の枕木や管、床や橋に使用するようになった。 その年には事務所を立ち上げ、1892年には全面的な鉄筋コンクリート作りの建築に関する特許を取得した。モニエの特許はドイツやオーストリアで特に人気があった。中でもベルリンの建築家、技術者のグスタフ・アドルフ・バイスによって、鉄筋コンクリートの技術が建築界に欠かせないものとして確立されることになった。バイスは事務所を立ち上げて、 ドイツとオーストリア国内におけるモニエの特許権を買収した。その上で、鉄筋コンクリートに関する研究を重ね、再火試験などを行って、モニエ自身も仕組みを理解していなかった、鉄筋コンクリートの強度について解明した。バイスはこれらの結果をまとめ、1887年にモニエシステムというタイトルで発表し、 様々な建築工法の中でモニエの鉄筋コンクリートを最も高く評価すると共に鉄筋コンクリートの構造計算を確立した。この工法を解説するパンフレットも広く出版された。このレポートによってドイツ語圏ではモニエシステムと称する鉄筋コンクリート工法が知れ渡ることになった。バイス自身もモニエシステムによって ドイツ国内で1887年から1899年までの間だけで320もの橋を建設している。まもなくこの工法はヨーロッパ中に広まり、オーストラリアやアメリカでも採用されて普及するようになった。後にバイスはバイスフライターク社を起こしている。20世紀に入ると鉄は鋼に置き換えられるようになり、引っ張り強度が飛躍的に高まったことで、 鉄筋コンクリートは建築業界に欠かせない建材となっていった。モニエの出身地の南フランスには古代ローマ時代の建造物が今でも数多く残っている。古代ローマ人はパスラナと呼ばれる火山灰を使ってローマンコンクリートと呼ばれるコンクリートを作り建築をした。しかし原料の調達が困難でこのコンクリート技術はやがて失われていった。 1820年代にイギリスでポルトランドセメントが開発されるとコンクリートの使用がヨーロッパで復活した。モニエ自身は仕組みを理解していなかったが、モニエのアイデアの重要な点はコンクリートと鉄を組み合わせることでそれぞれの建材の長所が引き出されることにあった。コンクリートは圧縮強度や破砕強度が高い一方で、洗断強度は 不十分で、引っ張り強度はかなり弱い。鉄は逆に引っ張り強度が高く、人性が高いので、先端強度に優れる。この両者を組み合わせることでお互いの欠点を補い合い、圧縮にも引っ張りにも強い建材となった。これは、鉄筋コンクリートが水平面に使用されて、大きな重量を支えることが可能になったことを意味する。これによって、 コンクリートでは用いられなかったような、針、床、薄い壁などの用途にも、鉄筋コンクリートを使用できるようになった。実際の思考の面でもメリットがある。鉄は加工が容易ではないし、複雑な成形をしようとすると、コストが高くつくが、コンクリートは安価で成形も自由である。そのため針金や、鉄筋のように基本的で一律な形に整えた、鉄を組織上に組み合わせ、 コンクリート当時に用いることでコストを抑えながら強度を高めて様々な形状の建築を実現できる。詳細は鉄筋コンクリートを参照。ラポテリエというフランス語は陶芸を意味する。セメントに量を増やす目的で砂などの骨材を混ぜたものをモルタルといい、さらに砂利を加えたものをコンクリートという。ありがとうございます。